では甲府のスターティングメンバー予想フォーメーションです。ゴールキーパー川田、最終ライン右から関口、蓮川、万謝、須貝、中盤の底2枚が佐藤と品田、2列目右に鳥海、長谷川、ジェトゥリオ、ワントップティーター・ウタカ。続いて秋田の予想フォーメーションです。ゴールキーパーは山田、秋田でのリーグ戦デビューとなります。最終ライン右から高田、加賀、川野、飯尾、そして中盤2枚に小柳、今日が、フルスとの対戦ということになります。そして藤山、右に沖野、左三上、そして2トップが畑と庭のユニットとなっています。ですから甲府とするとなかなかパスがつなぎにくいような、そんな守り方を秋田しているわけですね。そうですね。さあ宇高、足元です。足で収めて前を向いた、近くに長谷川がいます。長谷川使う、前を向いた、ふわりと上げて中央ヘッド、鳥海が仕留めました。先制甲府、手元の時計で9分、先手を取りました甲府。このパスのワンタッチ目での置きどころ、まあ本当に落ち着いて見てましたし、はい、まあ、取り替えもよく決めましたね。間でパスを受けました。ここに長谷川の姿、須貝に渡します。もう一度裏を要求しましたが、今度品田、縦へのパス、ワンタッチ、入り込んできた須貝です。中のジェトゥリオ、クロスバー直撃、バイシクルシュートを見舞いましたジェトゥリオ。秋田としてはここ今までセットプレーなので、そうですね、まあ、ちょっと一回集中したいところですね。甲府は31得点中セットプレーからは7点。宇高がニアサイドより中央やや離れた位置にマンシャ、さらにジェトゥリオの姿、ヘディング、宇高、失礼、最後マンシャが触れましたか。マンシャのヘディングです。あ、でもこれはキッカーが全てだったと思いますね。よくあのスピードでそこに入れてきましたね。まあ、もしかしたらキーパーのパンチングが当たったかもしれないですけど、微妙なところですが、まあでもマンシャもよく入ってきましたね。そうですね、先に触れていたのはマンシャでした。佐藤、右のワイドで関口が読んで、そこにボールが入ります。これが甲府のサイドチェンジ、勝負いくか、上げてヘディング、ジェトゥリオ、素晴らしいクロスに飛び込んでいきました。甲府3点目。これが吉田監督も警戒していた甲府のサイド攻撃。そうですね、まあ、やっぱり警戒してた、まあ、注意してたので、秋田としてはやられてはいけない、まあサイドの1対1はもう少し寄せる、はい、上げさせないというのは必要でしたね。そうですね。旗が入って打っていった、ポストに嫌われる、思い切って打っていきました。あ、素晴らしいシュートだったと思います。はい、距離ありましたけどよく打ちましたね。はい、まあ、甲府の方はこのダブルボランチというのは、まあ、いい選手多いの で、はい、でまだ定まってないとは思うので、長谷川です。長谷川中央使う、中へ抜け出す、取り返しシュート、今日2点目が生まれました。4対0、最後シュート落ち着いてましたね。まあ、このタッチも良かったですね。これシュート方向ほぼノールックですかね。はい、もう感覚というか、よく防ぎました。そうですね、よく粘りましたね。諸岡の粘りから攻撃に転じます。川野がビルドアップに参加、いいよ、クロス中央ヘッド、キーパー川田、ファインセーブを見せましたキーパーの川田です。
ね、しかし決定機だったのは秋田。諸岡跳ね返ってきたボール、水谷、小柳です。右に振って小暮、斉藤啓太、1点を返しました。ようやく1点を奪いました斉藤啓太。最後こう外を空いて、まあ本当素晴らしいボールだったと思います、まあ、中もよく入ってきてましたけど、あんまりスペースないところをよく入れましたね。そうですね、ディフェンスとキーパーのちょうどこう取りにくい位置に、はい、変わって入った小暮からの斜めのクロス、斉藤啓太は今シーズン2点目、87分に記録されました。キーパーかなり前出ています。竹富狙っていった、そのボールはゴールに吸い込まれた。5点目、キーパー出ていたところすかさず狙っていきました竹富、今シーズン4点目、5対1。まあしっかり取りましたね。一つかわして無人のゴールを狙っていきました。まあ、後半折り返してからがなかなかその勝ち点をつかみきることができずに、はい、まあ、連戦の中、逆サイド折り返し、アディショナルタイム4分台に突入。そしてこの瞬間にゲームエンドのホイッスル、5対1、甲府が大勝、そして4試合ぶりの勝利、後半戦に入って初めての勝ち点3をつかみました。